どうも、タカティでございます。今回私は南陽市は赤湯に来ております。今回ご紹介するお店はこちら、海鮮炭焼き丸木さん。どんなお店なんでしょうか。じゃあ早速行ってみたいと思います。お邪魔します。はい、ということで海鮮炭焼き丸木の店長菊池さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、こちらのお店なんですけど、はい、このオープンっていつぐらいなんですか。オープンが、今年の4月27日にオープンしたばかりです。そうなんですね。じゃあもう、まだほんと数ヶ月ということでね、はい、新鮮な海産物を炭火焼きで味わってもらおうとオープンしたこのお店、実はお魚の美味しさに定評のある市内のとあるお店が運営しているんです。お店の方を運営しているのが武田スーパーというスーパーの方で運営してまして、そこの屋号が丸木ということで、そのまま店名の方で、はい、使わせていただきました。なるほど。それこそ武田スーパーさんというかね、もう新鮮な、ね、お魚も仕入れていらっしゃる名店でございますから、楽しみ方いっぱいかなと思うんですが、ぜひ私の方で味わってみたいなと思うんですが、ご用意いただいてもよろしいですか。はい、すいません。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、タカティファンの皆さんはこの後の展開もうお分かりですよね。定番のいただきたいと思います。もうこのために生きていると言っても過言じゃございません。じゃあすいません、いただきます。いただきます。染み入りますね。もうやばいです。もうこの辺からもう入っててますね、体に。ありがとうございます。本当美味しいビールです。そして店長さんが一品目に用意してくれたのはお刺身。とこちら刺身の三点盛りで、はい、ブラボーズ、はい、真ん中がキハダマグロ、右が、カツオでございます。なるほど。ちょっと私気になったんですが、カツオの前にですね、からしがあるんですよね。はい、はい、当店では、まあ、好みにもよるんですけども、お醤油もつけずにからしだけで、はい、まあ、わさび醤油でももちろん美味しいんですけども、まあ、一度お試しいただければなと。じゃあちょっとこれ私初めてですね。じゃあ早速行ってみたいと思います。いかがですか。美味しい。っていうか魚の旨味をちょうどからしが引き立てていて、爽やかっていうんですかね、こうピリッとしたのがいい感じにアクセントになるんですよ。いけますね。油も乗ってますので、はい、からしでちょうどよくお召し上がりいただける。なるほど、はい、最高さ、溶けるんですよね。魚だけに目から鱗ですわ。本当にびっくり。刺身三種盛り、続いていただくのは油坊主。魚とは思えないぐらい濃厚な油が乗ってます。こちらはお醤油とわさびでいただきます。こんなちょっとお上品な感じで。私ね、手ぼっこなんで、ちょっとすみません、こういうミスはよくありがちなんでしょ。ちょっと油で滑ってしまったのかもしれないですね。なるほど、私もよく滑ります。ありがとうございます。ではいただきます。うん、すごい、油がしっかり旨味出てますね。で、食べると歯切れがいいというか、プリプリっとしてて、はい、はい、ね、食べやすいんですけども、うん、もう油が結構濃厚、はい、濃厚で美味しいお魚ですね。これ本当に口の中に旨味が広がってきます。それを、最高っすね。この暑い時期にですね、新鮮なお刺身でこう冷たいビールをいただく、最高です。さあ続いては丸木さん自慢の炭火焼き。肉厚な真ほっけの干物を炭火でふっくら香ばしく焼き上げました。ということで早速
もうある意味こちらの真骨頂のラインナップでございます。さすがその炭火で焼いたホッケを見ながらまずは日本酒を今回お出ししたのは初孫のまきりというお酒ですね、はいはい、当店ではこのチロリでお出ししてまして、はいはい、まあ、冷酒を楽しんでいただく形で出させていただいております。このチロリ自体もあれですか、冷やしてあったりする？そうです、はい、これも冷やしていますので。なるほど、はい、じゃあもう本当冷えた状態のものをそのまま美味しくいただけると、この工夫がありがたいですよね。もうこうなったら飲むしかないんですよね。じゃあそれでいただきます、はい、いいです。香りがいいんですよね、本当にスッと入ってきて。はい、すっきり辛口なんですけど飲みやすくて、あともう結構味が濃厚というか味わいがすっかりしてますね。今回はこちらのまきりの方を、うん、出させていただいたんですけども、常時15本から20本ぐらいは、はい、ご用意しておりますので。お酒のメニュー表には魚に合う日本酒、お食事に合う日本酒がそれぞれラインナップされているので、参考にすると間違いなしですよ。ここに合わせるホッケでございますよ。じゃあ早速いただきたいと思います。ではいただきます。うんうん、おいしい。香ばしさ違いますね。ありがとうございます。ふわふわなんですけど、表面のカリッとしたところのコントラスト、これがしっかりしてますね。って言ってる間にこう伸びちゃうんですよ。ご満悦のタカティにもう一品、とっておきのメニューを。魚の切り身や血合いの部分などをニンニク醤油で炒めた海鮮スタミナ焼き、食欲をそそるニンニクの香りがたまりません。もっといろんな海鮮がたっぷり入ってますね。あ、そうですね、うんうんうん、はい、これも日によってシーレンジで違うということなんですけど、じゃあいただきます。うん、ガツンとくるニンニクと香ばしいゴマとしっかり味付けが最高です。夏にぴったりですね。で、お酒に合いますね。今回ですと、うん、マグロの方がメインにはなりますが、はいはいはい、日によってはホタテも入ったりとか、うん、魚介の旨味が一緒に混ざりますので、はい、美味しくいただいていただけると思っております。ガツンとニンニクも効かせているので、お酒にはもちろんご飯のお供にもぴったり。タカティもすっかりお気に入りの様子。今回も大大大満足のタカティでした。大変美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ではお待ちかねのプレゼントのご紹介お願いいたします。はい、今回こちらの番組キャンディーボックス、NCV を見たという方でですね、ご来店の際にお申し付けいただければ、一組につき一杯にはなるんですけども、チューハイもしくはソフトドリンクの方サービス、はい、させていただければと思いますので、はいはい、ご来店の際に、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。では最後に視聴者の皆様に一言お願いいたします。はい、海鮮炭焼き、マルキーはですね、魚メインの居酒屋となっておりまして、まあ、居酒屋なんですが、お食事の方、ご家族の方でも気軽にお越しいただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。もう美味しいお料理ばかりですので、ぜひ皆さん楽しんでください。今日は本当に美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。海鮮炭焼きマルキは南陽市赤湯にあります。新鮮なお魚と美味しいお酒をぜひ味わってみてくださいね。